皆さんこんにちは、ビーレジェンド大林です。今回は増量期における炭水化物の摂り方についてお話をさせていただきたいなと思います。よろしくお願いします。炭水化物というのは増量中最も大切な栄養素といっても過言ではないぐらい重要になってきます。もちろんね、筋肉の材料になるタンパク質はしっかり摂る必要があるんですけども、増量とかね、減量とかするレベルでしっかりですねトレーニングされている方からしたら、タンパク質を必要な分しっかり摂るというのは大体もうクリアできるものなんですよ。なのでタンパク質よりも炭水化物の摂り方、どのタイミングでどれだけの炭水化物を摂っていくのかというところが増量をうまく進めるために大事になってきますので、そのコツをですね今回はご説明させていただければなと思います。で、基本的な考え方としては、増量中は炭水化物の量を増やしてしっかり摂っていくということになります。具体的なおすすめとしては、体重1キロにつき 5g ぐらいの炭水化物は摂っていただきたいなと思います。例えば体重70キロの方でしたら 350g の炭水化物、この 350g の炭水化物、お米でいくとどれぐらいの量かというと、だいたい3合ぐらいだと思っておいてください。ざっくりですけどね、朝昼晩1合ずつって思うと結構な量になりますけども、がっつり筋トレして筋肉増やしていきたいという方は、それぐらいの炭水化物はしっかり摂っていただきたいということなんですね。逆にね、脂質なんかはなるべく抑えていただきたいなと思うんですけども、炭水化物はもうこれぐらいねがっつり摂っていいんだっていうことはまず覚えておいてください。ではですね、タイミングごとに摂り方の説明をさせていただくんですけども、まずはトレーニング前の炭水化物についてなんですけども、トレーニング前の炭水化物はしっかり摂っていただきたいです。やっぱりそのトレーニングのエネルギー源になるものはでしっかり摂っていただきたいんですけども、胃に物が残ってる状態できついトレーニングをすると気分が悪くなってしまう可能性があるので、なるべくですね食事はトレーニングの2時間前ぐらいには済ませるようにしていただくといいんじゃないかなと思います。で、次にトレーニング中なんですけども、トレーニング前に摂った炭水化物だけでエネルギーが持つかというとそういうわけでもないので、トレーニング中にもですね炭水化物はなるべく補給していただきたいんですね。ただ固形物で炭水化物を補給していくと、やっぱり胃の中に物がある状態でトレーニングをすることになるんで、あまりおすすめはできないです。気分悪くなる方もいらっしゃるんでですね。なのでBレジェンドの商品でいくと、マルトデキストリンとかスポーツ&リカバリーみたいなスポーツドリンクとか粉のものをお水に溶かしていただいて、ドリンク形式で補給をしながら飲んでいただくというのがおすすめです。トレーニング後なんですけども、ここが一番大事になってきます。やっぱりトレーニングで疲れた体、ダメージを受けた筋肉を速やかに回復させるために、トレーニングの後というのは一番しっかり栄養を取っていただきたい時間帯になるので、それだけ炭水化物の量もしっかり摂取してほしいタイミングになります。トレーニングから回復させるとは言ってもですね、トレーニング後もうすぐにジムでお弁当を開けて食べろとかですね、そういうことではなくて、そんなに急ぐ必要もないので、トレーニングが終わったら普通にシャワーを浴びて着替えてゆっくりお家に帰っていただいて、ご自宅でしっかり炭水化物を含んだ食事をしていただくぐらいで全然構いませんので、そのトレーニングが終わった後の食事というのはしっかり炭水化物を摂るようにしていただければなと思います。で、ここで皆さんよくね気にしがちなところなんですけども、夕食に炭水化物は摂ってもいいのかどうかっていうことなんですけども、夕食にね炭水化物を摂ると、特に減量中なんかは太るんじゃないか、余分に脂肪がついちゃうんじゃないかっていう風に心配される方いらっしゃると思うんですけども、それだけでね体脂肪がつくということはないので、安心して食べていただければなと思います。特にしっかりね夕食で炭水化物を摂って血糖値を上げていただくと、眠りも深くなりやすいので、しっかりね良質の睡眠を摂って体を回復させやすくなるという意味でもですね、夕食で炭水化物を抜くというのは減量中でもバルクアップ中でもやめておいた方がいいんじゃないかなと思います。特にバルクアップ中は必要な炭水化物の量もしっかり増えていくので、夕食でもしっかり炭水化物を摂っていただければなと思います。この各タイミングでどれぐらいの炭水化物を摂っていったらいいのか
ていうお話なんですけども、まあ、体重70キロの人が 350g の炭水化物を摂ると仮定して、まず朝食でだいたい 80g ぐらいの炭水化物を摂っていただけるといいんじゃないかなと思います。ご飯でしたら 200g、 お茶碗大盛りぐらいの量だと思っておいてください。食パンだったら6枚切りの食パン2枚にヨーグルトとか果物がつくぐらいの量だと思っておいてください。で、朝食を食べて、まあ、2時間ぐらい後にトレーニングいきます。で、トレーニング中はマルトデキストリンかスポーツ&リカバリーみたいな粉の形で 60g ぐらいの糖質取っていくといいんじゃないかなと思います。まあ、これ 140g ですね。トレーニング後炭水化物はまあ大体 120g ぐらい、まあ、ご飯で言ったらお茶碗大盛り1杯ぐらい 300g ですね。まあ、パンだったら6枚切りの食パン3枚プラス、まあ、バナナとかそれぐらいの量になってくると思います。結構がっつり食べていただいた方がいいと思います。で、夕食ではですね、残りの 70g を食べることになるんで、まあ、ご飯で言ったら、まあ、200g ないぐらいですか。お茶碗大盛り1杯ぐらい、まあ、パンだったら6枚切りの食パンで2枚ぐらいと思っておいてください。これぐらいの形で朝食はがっつり、まあ、中ぐらいの量、トレーニング後に一番たくさん食べると、で、夜はまあ若干控えめにという感じのバランスで炭水化物を取っていくといいんじゃないかなと。まあ、これはもちろんね、個人の生活リズムも関係してくるところではあるので、ご自身のねやりやすいように調整していただければなと思います。それではですね、今回は増量の時の炭水化物の摂り方についてご説明をさせていただきました。ぜひ参考にしていただければなと思います。この動画が参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。他にも聞きたいことがあればコメント欄によろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。